日本代表前田遼一氏、森保ジャパンにコーチ就任決定的、代表33戦10得点前線指導に期待。デスノートとデスゴールの共演か、アンダーでもあるまいし、 A 代表が前田に教わることあんの。コーチ本人はうまくてもそれを教えてできるものでもないからな。それができたら苦労はしないし、選手が言うこと聞かなそう。なんで今のプレイヤーよりクオリティがだいぶ落ちる人を呼ぶんだろ。せめて練習法だの戦術を海外のクラブで学んだ人間選んでほしいわ。選手よりも飯食いそう。中村俊輔がいいな監督向きじゃないけど、コーチ適性ある。